時の頭は硬そうで、二着も前後の布い。渡ライン、人気はしていないが、相手ラインの佐藤もチョイス。オッズ的にも佐藤か、布いで来てほしいところ。7番の布いです。中部近畿勢前段譲らず、3番高橋は再び5番手になっています。バンクの高いところを使う3番高橋。前は7番の布い、仕掛けて3番車高橋が上がって現在3番手、600を通過しています。先行7番の布い、時貫太が2番手、前段近づく3番の高橋ですが、7番車の布いも先行に入っています。最終回先行7番の布いが取って、時がマーク2番手、中部近畿の両目行っています。3番高橋、そして2番の斉藤も追い上げながら現在4番手から3番手、バックの中間点から200を通過、7番布いの先行です。時が2番手、3番高橋は現在3番手、並走で2番車の斉藤がいまして、まもなく4コーナーから直線、番手を回った1番車の時、時が抜け出してゴール、直線中尾5番の。小畑がダントツ、前後の田川は中村へ、村田が絡むところが人気しているが、ここは熊本で決まってほしい。林を6番の田川出しました。3番の村田は最後尾の展開切れて位置をどこまで上げていきますか。4番手に入りそう。6番の田川はこれで5番手です。さあ金が入りました。3番手すっぽりとは収まったか。さあ6番の田川が5番手から仕掛けていく。7番の林がかける展開と持ち込みました。3番の村田は現在最後尾競争最終周回同期対決。6番の田川が前へと出ました。1番の尾形のインコース、7番の林引くに引けません。2番の角田は熊本トリオの後ろへと車を下ろすも、3番の村田が短期まくってバック線、3番手から2番手も1番の尾形が外へと振っていく。さあ6番の田川がかけて、1番の尾形が外を踏んで、続く4番の中村の直線コース、1番の尾形正樹の V ゴール、2着4番中村と熊本ワンツー。実力的にも3人の争いが濃厚、しかも頭は尾形固定。2着はどちらか悩むが、前場所1着2回の間で小林です。5名の対決開幕戦、まだまだここは体勢に変化がない状況。4コーナーを曲がってホームの直線です。前の位置3番の飯田、そのままの展開で逃げるのか、追走5番中西、そして中段3番手で進めている1番の尾形、スパートどころがポイントですが、尾形追走中村4番手、4番小林は5番手変わらず、そのままの状況が続いていって、3番の飯田が前でスパート、ペースアップは3番の飯田、2番手周りは5番の中西、1番の尾形が3番手で3コーナーからまくって出ます。踏み込んでいきやすいた1番の尾形、追走2番中村、この2人伸び込んでいきそうで、4コーナーから直線コース、飯田の先行を軽く捉えて1番の尾形が貫禄勝ちゴールイン。共に前場所完全優勝の佐江こと常粒、ここは素直にライン4車の常粒を信頼する。中部近畿勢がまずは突っ張っていく3番の常粒、さあそして2番の最速元の位置の5番手、さあ残り2周回を切ったところで、もう一度後ろから2番の最速を上がってくるんですが、ここは3番の常粒、中部近畿勢もペースを上げていって、さあここは2番の最速は叩けないでしょうか。3番の常粒突っ張り切りました。さあライン4車で突っ張っていって、5番の大崎が切り替えるような感じで5番手、さあもう一度踏めるか、2番の最速ユーマ飛ばす3番の常粒、追走番手は1番の川本、そして4番手7番の中村がちょっと切れて立てながら展開になりました。これは完全に前で決まっていきそうだ。先頭は3番の常粒、4コーナー回ってくる、常粒先頭、常粒先頭で五輪、ラインの上位独占。真鍋の一着は濃厚で、後ろもそのままでできやす、一応そこも厚くいくが、万が一に備え3、7も抑える。米沢まで離れるとは考えにくいが、船本1番米沢の位置は無風とはなりません。
現在 2,3 番手が並走状態。これを九州勢が後ろで見る形。さあ試練の番手戦となって1番の米澤大輔ペースが上がってまいりました。金が入って3コーナーから4コーナー後ろから九州勢仕掛けてまいりました。3番の吉成が前を叩きに行く。さあ2番真鍋そして3番の吉成、さあ2番の真鍋突っ張っていったんですが、九州勢がこの後ろ 2,3 番手うまく追い上げまして、4番手には5番の船本となっています。さあ2番の真鍋がかけて、追走が3番の吉成、さらには7番の高田誠、逃げ込みを図って2番の真鍋、4コーナーを回ってくる。先頭は真鍋、真鍋先頭で五輪。徳田の後ろに地元の肥後、人気どころではあるが、まあここかなと。ここで高鍋が上がってまいりました。これを見て前で応戦、4番の徳田。さあ徳田と高鍋なんですけれども、ひとまずは徳田が車を下げるような感じ。3番の高鍋が強引に前を抑えました。6番の小谷が3番手。さあちょっと近畿勢連携乱れるような場面あったんですけども、立て直して4番の徳田匠、5番の中澤ちょっと口が開いてしまいましたでしょうか。金の4コーナーからホームストレッチ。さあ4番の徳田、徳田がここで先頭に変わりました。追走が1番の肥後康介、あとはこの後ろ切り替えて2番の吉永が3番手まで上がってきたんですけども、まだ前が遠い。2番手絶好、1番の肥後康介後ろを振り返っている。4番の徳田が先頭、2番手が1番の肥後、4コーナー回ってくる近畿勢。4番徳田、徳田先頭でゴール。木村の欠場により、さすがに1番宮崎はきつくなるはずで、こうなれば倉野、内藤から返しかない。あとは宮崎が突っ込んでこないかだけ。2番の倉野がアシストを見せて、3番の内藤が前から突っ張る展開となりまして、さあこの辺り金が入って3コーナーから4コーナーに向かいます。切れ目の4番手には1番の宮崎、そして5番手6番の原井健也。さあ最終周回に入るところ、一列棒状で通過いたしました。3番の内藤が風を切って2番手後ろを振り返って、番手絶好が2番車の倉野。さあ後ろからの仕掛けが全くありません。2番手絶好が2番の倉野、3番手には7番の大川、そして4番手から1番の宮崎が追い込んでまいりまして、3番手2番手まで上がってくる。4コーナーを回ってきた。先頭は3番の内藤、外から1番の宮崎か。